佐賀駅バスセンターは佐賀県佐賀市駅前中央一丁目12番1号佐賀駅の東側高架下にあるバスターミナル佐賀市から委託を受けた佐賀県バスタクシー協会が運営している南東方向から見る写真1976年に駅舎が現在の場所に移転し10月18日に開業その後30年近くの長きにわたって 鉄道降下したそのままのコンクリート剥き出しの姿で使われていた。また、佐賀駅コンコースとの連絡路が地下に設置されており、階段の利用を強いられるため高齢者や身体障害者には大きな負担がかかるとして連絡路のバリアフリー化が市議会で提案されていた。また、1990年代後半には現在の高架下から南に位置する スーパー西遊佐賀店の駐車場の土地に新バスセンターを建設する構想もあったが、その後撤回されている。2004年9月1日に改修が終わり、高架下を活用した島式一面ホームはそのままで、白を基調とした綺麗なバスターミナルになった。窓口カウンターでは乗り入れる4社の乗車券類を発売している。外との隔壁がなかったセンター内にはガラス壁が設置され、 冷暖房完備の待合室が作られ自動扉に改められている。また、床はすべて一部間伐材を含む県内産の日の木材を使用。佐賀駅との地下連絡路も改修に合わせて取り払われ、平面移動の横断歩道になった。通常は歩行者優先でジョージアを指し、バスが接近した時の未完治して、横断歩道を赤にする。改修費用は2億5千万円。 人件費など合わせると、総額3億円となる。なお、それに合わせて、バスセンター周辺のバリアフリー化が進められた。出入り口早朝5時から、福岡方面に向かう乗客が集まるが、その時間帯は、まだ東バスセンターの切符売り場は開いていないため、佐賀駅、バスセンターの職員が来て往復切符等を手売りしている。バスセンターから出発する佐賀市 A バスの、 路線バスバスセンターに停車する、有特バスの路線バス。ありがとうございます。